ただ一緒にいて楽しかったっていう親友なんだよ、うん、結構意外とレベルの低い親友なんだよ、うん、仕事でお互いがメリットがあって、うん、お互い双方にウィンウィンな関係になれた後の方がむしろ仕事で出会ってるけど親友になれる場合が多い。あ、本当どうでもいい話じゃん。なんでこんなレベルの低い話すんの。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。本業があって、あと自分残された時間がどれぐらいあるのかにもよるけれども、うん、まあ僕なら投資するな。投資用紙探すかな。なるほど、うん、投資家側に回るってことですね。まあ今の本業を捨てれない、うん、で別に他の事業を立ち上げるわけにもいかない、まあ、副業として週末とかアフターファイブとかでやる分にはいいんじゃないですか、うん、だけど副業ってことは土日しかないよね。そうですね、うん、土日だけでやれることって限られてるから、うん、僕だったらまず投資を勉強するかな。うん、うん、なるほど。どんな投資でもいい、例えば FX でもいいし株でもいいし先物でもいいし何でもいい、うん、とにかく勉強して、でどういうものが世の中に投資商品があるのかっていうことすら多分知らないと思うから、うん、知るべきだと思う。なるほど。で一つ一つ少額でいいからまずやってみることだよ。なるほど。どういう結果が出るのか、で、うん、何が足らないから負けるのかっていうことを学ぶべきだね、うん、収入600万円の人の支出と貯蓄のバランスはどのぐらいの割合がいいと思いますか。全部使っていいんじゃん。足りないと、うん、全部投資した方がいいよ自分に。ああ、そっか、投資も含めての支出ってことですよね。うん、やっぱり600万を貯蓄しようとするよりか600万を増やすことの方が意味あるんじゃないかなと思うんだけどな、うん、そうですね、ビジネスとプライベートで気の合う仲間の関係の作り方って違いはありますかって。ビジネスとプライベートでは違うものですかね。これね、よく聞かれるんだけど、特にね、まあ、ありがちなのは、うん、高校の幼なじみ、中学の幼なじみ、うん、大学の幼なじみとかっていう、その幼なじみを幼なじみで親友っていう人たちがいて、うん、その親友とビジネス始めますっていう人たちいるんだよね。気の知れた仲間とビジネスしますっていう人いるけど、学生時代の親友って金銭関係発生してない親友だから、うん、でお金ってね、命の代名詞でもある、うん、つまりお互いが責任を持ったギブアンドテイクのある関係の親友じゃないんだよね、うんうんうん、ただ一緒にいて楽しかったっていう親友なんだよ、うん、結構意外とレベルの低い親友なんだよ、うん、でそれを親友だと思ってビジネス一緒にやると揉めるケースがかなり多い。で仕事の上で仕事でお互いがメリットがあって、うん、お互い双方にウィンウィンな関係になれた後の方がむしろ仕事で出会ってるけど親友になれる場合が多い。あ、その先にプライベートなのが多い。そう、あ、それは面白い。順序の問題みたいなことですね、うん、なんていうのかな、仕事でお互いが利益を出し合える関係って、うん、さっきも言ったけど、うん、学生の頃の親友関係って責任が伴ってない親友だから、うんうん、仕事関係の利益をお互い出し合う関係って要は責任を果たし合ってるからさ、うん、その上で気が合えば親友になれるっていう話かな、うん、なるほど、うん、なかなか会えない社長さんや著名人の方と会う機会、会う紹介してもらって会える機会あるときにうまく関係を築くコツってありますか。自分からガツガツいくことだね。なるほど、うん、ちなみにもてなしたり接待をする側、もてなす側に回るときに気を使うことっていうのは逆に何かありますか。もてなすか、例えば会食とかで自分が、そうです、招待する側に、うーん、相手が何が好きなのか
下調べはするよね。それはその中華が好きか和食が好きかとかそういうところから。いやいや、それは基本的なことじゃん、うん、そうじゃなくて趣味や趣味でやってることだったりとか、相手が例えばよくいろんな外国に行ってるとか、うん、で自分が、僕はそのことを相手に対して相手に話をすることよりも、相手が自分の興味があることや好きなことを僕が一生懸命聞ける立場になろうって。うーん、あー、なるほどなるほど。だから話を聞くように質問ができるようにしてる。なるほどなるほど。だから相手に質問して、相手の話を8聞いて2答えて、8聞いて2答えてっていうことがずっとその一緒にいる時間できるように努力する。なるほど。人に紹介したいと思われるような人間になるにはどうすればいいですか。こいつすげえなーって、こいつ根性あんなーって僕は思ったやつは人に紹介する。こいつ面白いなーと思ったやつは紹介する。うん、初めて出会う時の第一印象でガクさんは何を見ていますか。男性女性で違いはありますか。うん、あるね。ただ共通して言えるのは、面白い人って次も会おうって話になる。うん、うん、いい人どうでもいい人になる。ああ、なるほど。うん、いい人はその瞬間にいい人であることは、その人そのものにあまりメリットがない、うん、それは本当に人間的にいいかどうかっていうこと自体がその瞬間では分からないから、うんうん、でも面白いかどうかってその瞬間に分かることだから、うん、そこから次のテーブルに、いや次のステージに行く時でも面白いからっていう理由で呼ばれることが多い、うん、確かに。だから人間が面白いって、面白い話ができるとか面白い行動ができるとか、面白い人っていうのはやっぱり頭いいんだろうなって思う。うん、どうやったらみんなが面白くなるかってことを分かってるからできるんだろうなとも思うし、うんうん、若い子がまずその組織内で飛び抜けた存在になるには一つ挙げるなら何ですか。こう、何が必要ですかっていう、飛び抜けた存在になるためのおごらない気持ち、感謝、そして誰よりも目立とうとする行動力。うん、なるほど。このなんかよく今並べたのって結構バランス合わないように見えるんだけど、うん、このバランスの合わない感じが飛び抜けるんじゃない。へー、確かに。なるほど。おごらないのに目立とうとする姿勢はあるってことですよね。うん、でもって言われるといいんじゃん。ポジティブのデモとネガティブのデモがあって、うん、例えばあの人かっこいいよねでもっていうデモと、うんうん、あの人さ本当によく喋るよねでもの、このこれはこっちはポジティブのデモ、はい、なるほどね。めちゃくちゃ仕事できるよねとか、うん、めちゃくちゃ優しいよねとか、うん、意外性がってことですね。やっぱりそのポジティブのデモをどんだけ作れるかじゃないの。うん、人の嘘や真意を見抜ける方法ってありますか。ない。ない。なるほど。会話の中で自分の鉄板エピソードを話しても相手が興味を持ってくれなかった時、ガクツさんならどうあがきますか。鉄板エピソードって何。わかんないですけど、まあ、合コン等々でこれさえ言えば一旦興味も持ってもらえるみたいなあれがあるんじゃないですか。それ鉄板エピソードを話したにもかかわらず相手が興味を持ってくれなかったらっていう時点で鉄板じゃないよね。確かに、確かにその通りだと思います。例えば渡辺直美さんが太っているままでいい等の話をされていたりもしますが、太っていることも個性なのでしょうか。それともやはり女性は問答無用に痩せた方がいいんでしょうか。まあ、いわゆるその太ってるままでいいみたいな、それを個性として話すいうような風潮はどう思いますか。それは結果を出せたあの人だから言える言葉なんだよ。うん、あの人は太った上でなお
自分で結果を出してあの位置を作り上げたからあの人が言える言葉であって、それをやってない人が太ってていいっていうことを言うのは非常にいけてないって思う、うんうん、なるほど。ただの言い訳にしか聞こえないから、うん、ガクトさん考える、例えば3ヶ月で10キロ痩せたいっていうような時のダイエット法上げるならどういったメソッドですか。10キロ3キロ3ヶ月で10キロ痩せたいです。10キロってことは1ヶ月3キロだよね、はい、メソッドなんかいらなくて全然できるよ。そんなもん、そういうそんなもんですか。10キロですよ。1ヶ月3キロだよね1週間で10キロじゃないよねそれもうボクサーの減量じゃないですかいやいや本当になんでそんなに難しく考えるんだろうって思ってしまうよ。あ、いやだ、いわゆるボクサーが減量するかのごとくではなく、習慣を何を変えればそのぐらい痩せますか。そんなことを僕に聞かなくてもネット叩きゃいくらでも出てくるんじゃんいや、なんでそんなレベルの低い話すんの1ヶ月3キロだよ。1ヶ月3キロって、はい、30日で3キロだよなるほど。そんなのさ、はい、じゃあ米食べるのやめてみなって、1ヶ月3キロどころじゃ済まなくなるよ。なるほど。本当どうでもいい話じゃん一体何食食べてんのこの人1日1食にしろよってそんな僕の目を見ないでいやいや、あまりにもさクソな質問だからさそうです。次ちょっと話が全然飛ぶんですけど、中性的な雰囲気を持つガクトさん、男性を好きになったり付き合ったりすることもあるのでしょうか。ニューハーフやゲイ、レズビアンの人たちに対して思うことはありますか。またはそういった人たちと関係を持つことはありますか。ない、ない。何にもその人たちに対しての偏見がない。偏見がない、うん、身内にもいるし、うん、うん、でなんていうのかな、誰が誰の好きになろうが自分に関係ない。ガクトさん自身が好きになったりすることってあるんですか。So much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.